菅さんが今回任命を拒否した、うん、これは法律を読む限りできない。日本学術会議というのは勝利内閣総理大臣が所轄すると書いてあるんですけども、でも指揮監督は受けないって書いてあるんです、うん、ちょっと難しいんですけども、まあ、国民が納得できる形で明確にしなければこの独立性が著しく毀損すると、こういう理解だと思うんですよ。私はこんにちは松原仁です。今日は日本学術会議の問題について私がラジオ時事対談レギュラーコメンテーターをしておりますが、そのパーソナリティを務めている有泉さんと話を進めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の、まあ、内閣によって学術会議のメンバー6人に関してですね、まあ、拒否がされたということが大変なトピックスになっているわけですが、このことについてどんなふうにお考えですか。まずね、松原さん、この日本学術会議っていうのは法律に基づいて、はい、設立されてるわけです、はいはい、例えば第1条第1項、この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。だからこれ日本学術会議法っていうもので作られてると、うんうんうん、はいはい。で、ああなるほどね、はい、任命するっていうふうに書いてありますけども、同じように日本学術会議は独立して職務を行ってかったんです、うんうん、で要するに日本学術会議っていうのは勝利内閣総理大臣が所轄すると書いてあるんですけども、でも指揮監督は受けないって書いてあるんです、うん、ちょっと難しいんですけども、ちょっと飛躍するかもしれませんけども、天皇陛下が松原さん内閣総理大臣を任命しますよ。任命しますって憲法ではそうなっている。でも任命は拒否できるのかって、これできないんですよね、うん、まあ総理大臣を、まあ、国会で決めた場合、天皇陛下はこれはちょっと俺は任命できないっていうことは、これはありえないですね。で同じように、うん、日本学術会議のメンバーシップについて総理が任命するんだけども、法律には独立した組織っていうふうに書いてあるわけです、うんうんうん、でもし仮に松原さん、どうしてもこの人は任命についてふさわしくない、うん、絶対ダメだっていうことであるならば、その法的な根拠を示さなくちゃいけない、うん、第1条第1項にはこの法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称すると書いてあるんですから、うんうんうん、それにふさわしい、任命拒否するにふさわしい法的根拠を示さなくちゃいけない、うん、じゃあ具体的には何かっていうと、学者としてね、この人はもうとんでもないと、うん、論文を盗用したり学問上の業績その他に虚偽とか欠陥があった、うん、あるいは公職についてふさわしくないというような犯罪を犯したと言うんだったら分かりますよ。まあ、結局だからなぜその6人を推薦してきた6人を拒否権を発動したのかということをですね、まあ、国民が納得できる形で明確にしなければこの独立性が著しく毀損すると、こういう理解だと思うんですよ。私はまあ、やっぱり内閣の支持率が 70% をあるというふうなことで、ある意味ではそのことは大きな自信であるのも理解します。しかしこういったものに関してはやっぱり今までの経緯というのがあって、まあ、独立性が担保されているということを考えると、もちろん学者が気に食わないとか内面で思うことはそれあると思うんですよね。あると思うし、まあ、我々から見ても例えば安全保障の問題とか考えてね、まあ、ちょっと現実的じゃないことを言ってる人がいるとか、こういうふうに思うことありますよ。それは個人的にはいかがなものかと思う場合があっても、だからといって拒否権発動するのはこれまたさらに大きないかがなものかと、こういう感じになるのかなと思うんですが、私が放送している、うんうん、ラジオ自治体でもこの日本学術会議っていうのはいつも批判してるんですよ。批判してると、だってね、例えば防衛についての学術研究はしないってことを宣言してると、うん、世界中ね、どこの大学の研究施設だって防衛に関する事柄については研究してますよ、うん、でも日本学術会議は拒否した、やらないって言ってると。天文についてもそうなんです、宇宙についてもそうなんですよ、うん、でこれ国が経費出してるわけですよね、国庫で出してるわけですから、うん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 、で
国がそういうふうなことについての研究をしてるわけですから、世界中どこでもやってますよ、研究機関。でも日本学術会議はそれはやらないって言ってると。つまりその部分では、まあ、アルジンさんも、まあ、私もある種共通項があるわけですが、アルジンさんは、まあ、このラジオ自治体なんで学術会議がけしからんと、もっとしっかりやれるっていうのはずっと今まで論調で言ってきたんですね。だけども、だからといって、うん、今回の菅さんがこういうふうなことをやるっていうのは乱暴な議論だと思うんですよ。法的根拠も何もなく示さないってわけでしょ、官房長官。じゃあなんでやったのかっていうと、いわゆる言われてるのが安保法制に反対したとか、うん、いうふうなことでしょ。そうですね、まあ、そういうふうなことであるようですが、だからまあ結論的にはそこはこういう任命の部分ではないね、もうちょっと違う切り口の議論があって、まあ、学術会議がどういう形でそのメンバーを推薦するかって僕は分からないけども、そういう部分を含めて、まあ、今有田さんおっしゃったように天文学の分野やらないとか、まあ、その防衛の部分は受け負いませんとかっていうんでは、学術会議として一般的な OECD 諸国とかなり違うんじゃないかということは、それはちゃんとやってもらいたいっていうのは、これ内閣要請してもいいわけですよね。そうです、要請はいいと。日本学術会議、そもそも政府に対して意見述べるわけですから、まあ、逆に言わないとおかしくなっちゃうからね。だけども批判的な議論をするというよりも、例えば第3条に日本学術会議が独立して職務を行ったんです。その項目の中に、科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること、科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させることってあるわけですよ。法律でこれ書いてあるわけです。なるほど。それに逸脱して、例えば、まあ、どういうふうな解釈か分かりませんけどね、安保法制に反対するとか、軍事拡張路線はけしからんとかいうような趣旨のことを言うっていうのはちょっと行き過ぎなんですよ。だから問題のある組織というふうなことは私自身個人的には思ってるんだけども、だからといって今回このメンバーシップを任命しないっていうふうなことはちょっと違うでしょって言ったんですね。まあ、だからこれきちっと丁寧なこのその理由をね、明確にする必要があるということと、やっぱりある意味で、まあ、政権もですね、支持率が高いというところにあぐらをかいていて、まあ、ちょっと乱暴なですね、進め方をしているという議論が出てくるというふうに思ってまして、まあ、臨時国会10月末に始まるというふうに言われてますが、こういったところはですね、やっぱりきちっと国民の立場に立って、まあ、法的な根拠をですね、明確にしながら私も議論を進めていきたいと思っております。今日は有泉さん、この日本学術会議について、鋭いコメントをいただいてありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。